ね、ちょっとしたご報告がございましてですね、このチャンネル名を、ジェスティングバンド、ジェスティングブラザーズ公式チャンネルに変えまーす。はい。チャオー、こんにちは、ジェスティングバンドのリモちゃんでーす。よろしくお願いしますね。ってことで、なんと、お便りが来ておりますので、紹介したいと思いますね。はいね。うん、僕の視聴者さんからお便りが来たってことでね。ジェスティングバンドの山ちゃんへ、いつも動画を楽しく拝見させております。ありがとうございます。ところで、ジェスティングブラザーズ26周年はまだ途中だと思うんですけども、続きは作らないんですかってことでね。今ね、中途半端でね、そうだね、ジェスティングブラザーズの26周年ってやって、前編後編と作って、本編その位置で止まってるっていうね。ってことでね、お便りどうもありがとうね。このお便り書いてくれたのはね、なんと、山田裕貴ってことでね。俺かーい自分かーいってことで、ね。それでね、前編後編と作って、本編その1つまで作りましたね。後編の、最後に、予告を作ったんだよ、僕ね、亀仙人でね。もうちょっと、最終回じゃないぞよ、もうちょっと続くの。亀仙人のね、自分のさ、喋ったやつをさ、ところどころピックアップしてね、繋げてね。でもね、どれもね、あの予告って、どれも、改めて予告を回収するほどね、大したこと言ってないんだよね。なんであれをやろうかと思ったら、思ったのかっていうと、ね、26周年を口実にね、ちょっとゲーム実況やってみたりとかね、最初にジェシー・ブラザーズのことを喋ってからゲーム実況やってみたりとか、ね、漫画のレビューしてみたり、映画のレビューしてみたり、ちょっといろんなことやってみようかな、という、そういう企みがあって、やろうと思ったんですよ。ね。そして、やろうやろう、やろうやろうと思って気がついたら今日になってたなっていうね、気がついたらもう12月ってことでね、もう去年なんて、今年さ、もう、つい最近さ、明けましておめでとうって言ったばっかりじゃんね。もう12月で今年終わるよっていうことで、ということで、26周年、ちょっと中途半端な形になりましたけどもね、今日で最終回終わりにしますからね、せめてね、後編、前編後編の予告でやったやつだけでも、今日ちょっと回収してね、特に頼まれてませんけどもね、それをやった僕がやらないと、締めないと、気が済まないってことでね、今日最終回ってことでね、最終回にしますから、26周年、ありがとうね。うん、だってそんなさ、ただ26周年ってそんな中途半端のさ、節目の年でもないのにさ、30周年とかだったらまあ別にね、その位置作ってる段階でね、26周年もさすがにもこれくどいよな、とかって思ってきて、ね。というわけでね、うん、そう。それで、今日で最終回にしますからね。うん、まあ、予告ね、大したことないって言って、そうですね、ワンピースの話とかしてますね。去年25周年って動画でやらさせていただいたんですよ。その時に、ワンピースの連載開始と、ジェシックブラザーズデビューは同じだから、覚えといてねって、去年25周年の時に言ったんですよね。そう。してね、その時ね、ワンピースレッドっていう映画が公開されてたの、去年ね。そう。そして、原作連載開始が去年が25周年。そして、アニメになって、アニメの25周年が今年なんですよ。去年やった映画をね、また今年やり出したの、ワンピース。ね。そしてさ、それ以外にもさ、なんかネットフリックスだけで見れるね、海外の実写版アニメ、ワンピース。うん。やったり、全然面白くもなんともない、ね。海外の実写、ワンピース。やったりして、それで最近ね、まあ最近じゃない、最近でもないんだけど、ね、これはまあ、社会では仕方ないんだけど、ね、もう最近のワンピースはもう商業の匂いしかしないってことでね、ちょっと集英社にね、ちょっと怒った動画をちょっと作ったっていうね。そうね、だから、ね、去年25周年で、ジェシック・ブラザーズのデビューと、ワンピースの連載開始で同じだから覚えといてねって言ったけど、ね、最近のワンピースは商業の匂いしかしないので、もう忘れていいから、ね、一緒じゃなくていいワンピースと。だからさ、ね、こういうワンピースの話とか、ね、あとドラゴンボールの話とかもね、ね、今ね、鳥山明さんね、このブイジャンプで、今でもドラゴンボールスーパーっていうの連載してるんですよ。ね。それで、今さ、ガンダムもそうなんだけど、鳥山明さんもそうなんだけど、結構後日談って聞けるじゃないですか。例えばね、鳥山明先生の場合だと、
セル編書きたくなかったとかね、スーパーサイヤ人編書きたくなかっただとかね、僕ほら、スーパーサイヤ人になった瞬間をリアルタイムでジャンプで見てきてますからね。うん。その時、後日談を聞くと、なんで髪の毛が白いのかっていうと、ただ単に髪の毛塗るのがめんどくさかったっていうね。そういう後日談を聞くのがすごく面白いっていうか、実はそうだったんだっていうね。そう、あの頃よりリアルタイムで読んでた時は、もう寺山由紀さんで楽しくて書いてると僕は思ってたから、後日談聞いて、実はね、いやいやドラゴンボール書いてたっていう話を今聞くと、なんか面白くてね。だからそのガンダムもそういう後日談は有名だよね。トミーの監督さんが描いたガンダムは逆襲のシャアまで。で、逆襲のシャアから続き、ユニコーンガンダムね。あれは、逆襲のシャアからユニコーンガンダムに話は繋がってますね。だけど、ユニコーンガンダムには、富野監督はノータッチなんですよ。それで、富野監督が、手掛けた作品って、ちょっとね、ごめんなさい、名前ちょっと今思い浮かばないんだけど、スピンオフ的なね、原作富野監督って一応名前は書いてあるけども、実際には携わってない作品が多いってことで、ガンダム45周年っていう記念の時が、年があってですね、富野監督さんのインタビューなんか聞くとね、45周年おめでとうございますって、富野監督さんってはっきり言う方だからね。僕が描いてきたガンダムじゃないので、45周年って言われても喜べませんとかね。そういうはっきり言うところがね、富野監督さんらしいっていうかね、面白いなっていうかね。そう。そんな感じのね、作者さんの後日談を聞くのは、すごく面白い。それで、今でも、この V ジャンプでドラゴンボール連載されてるわけ。ね。そう、それで、鳥山明さんによる直筆の、コメントなんか読むとね、大まかなあらすじは僕が考えてるけども、実際に脚本家がいて、その脚本家が、話を膨らませたり、面白くしたりして、助けられてます、みたいなことを書いてあったんですよ。ね。だから、それを考えるとね、今のワンピースもね、おそらくね、作者さんは大まかなあらすじは書いてるのかもしれないけども、実際に脚本家とか、ね、いて、ね。だから、僕にとってのワンピースの最終回って、ワンピースが無事に最終回を迎えてね、ワンピースの宝物見つけてね、うん、最終回を迎えて、数年経ってから、作者さんの口から、後日談を聞くのが最終回かな。実はあのシーン書きたくなかったとかね、うん、ああいう予定じゃなかったとかね。今でも、ちらほらちらほら見かけますよ、そういう話ね。あとね、ちょっとね、北野監督、たけしの首行ってきたんですよ。これめっちゃ面白かった。だからこういう映画のレビューとか、いろいろちょっとやろうと思って、それで26周年っていうのを持ってきて、最初にジェシー・ブラザーズの話をして、ね、それを口実に、ちょっとこういう、僕のチャンネルから外れたことをやってみようかなと思ったわけやね。これね、首見てきて、めっちゃ面白かったよ。北野たけし監督の映画って、やっぱり、バイオレンスで暴力的で、R15 の映画ばかりだから、男にはすごく人気あるんですよ。たけしさんの映画ってね。そう。だから、これも僕、すごいめちゃくちゃ面白かったんだけど、だけど、男にはすごく人気あるけども、万人受けする映画かって言われると、ちょっと厳しいものがあるだろうなーって、なんで上からみたいなね。だってそうでしょ？好き嫌い多いでしょ？たけしさんの映画ね。でもこれはすごく面白くて、っていうことで早速ネタバレするよ。この首の、ね、この首のラスト。もうね、この最後のラストなんだけども、なんと、ね、なんと聞いてよ。はい、そういうわけでございましてですね、予告をちょっと今回収してますからね、前編後編その1とね、ジェシー・ブラザーズのリンクはどこから見てくださいね。あと、ちょっとね、ちょっとしたご報告がございましてですね、絶色ブラ、バンド絶色ブラザーズ公式ホームページあった方がいいよなーっていうことでね、このチャンネル名を、絶色バンド、絶色ブラザーズ公式チャンネルに変えまーす！はい、今日記念して、ね、このチャンネル名は、絶色バンド、絶色ブラザーズ公式チャンネルに名前変えますね。っていうことで、新たによろしくね。うん、ということでね、ひろきかもじチャンネルバイバイひろき IBD チャンネル、ひろき IBD チャンネルじゃないからね、正式名称はね。IBD っていう文字を縦にしたら顔文字になるから、正式名称は、ひろき顔文字チャンネルだからね。ひろき顔文字チャンネル、バイバーイね、過去のエンドクレジットにもね、
そういう表記して、あれはもう直しようがないんだけど、まあ、仕方ないってことでね。その辺はちょっと勘弁してってことでね。あとね、そうだね、上の壁、このチャンネルの壁紙ね。これもちょっとぶっちぎりにかっこいいやつにしとくからね。今はとりあえず、公式っていう文字だけちょこって入れておきますけどもね。そして、この壁紙ね、どうして地球にしたのかとかね。どうして IBD っていう文字がアメリカンチックなのかっていうね、解説した動画もあるので、それも概要欄にリンクとかありますね。ってことでね、もうたくさん見るのあるね、僕の動画。もう見ててよ、お客さんね。僕の、もう、せっかく来たんだから、僕の動画見ててね、もう過去のやつでも何でもね。うん。ということでね、26周年ということで、全然節目の年でもないのにもかかわらず、お付き合いくださりありがとうございました。今日をもちまして、26周年という題の、タイトルの動画は、これをもって最終回にさせていただきます。ということでね、新たに、チャンネル名を変更した、絶食ワンの絶食ブラザーズ公式チャンネルの応援をどうか、ね、よろしくお願いいたします。どうぞね、100分は一見にしかず、経験のない理屈はただのエリクス。100の言葉より1の行動ということで、これから僕はね、どん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 行動していくからね、楽しみに待っててね、よろしくね、ということで、チャンネル登録してね、いいねしてね。チャンネル登録者900人、皆さんのおかげです。ご視聴くださりありがとうございます。次の動画で会いましょう。楽しくやりましょう。これからもね、新しく名前変わったこのチャンネルの応援をどうかよろしくお願いいたします。絶食ブラザーズ山ちゃんでした。これは西洋の楽器で、アイマンパストルという、控えろ無礼者、撃つよ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 。